カたちの村は2004年に公開されたセネガルブルキナファソモロッコチュニジアカメルーンフランスの合作映画とあるアフリカの村古来より身を清めるために行われてきた女子活霊の儀式から6人の子供たちが逃げ出すそのうちの4人は村民コレアルドのもとにモーラーでを求めに訪れる女子活例がもたらす悲劇を経験してきたこれは かつて娘アムサトの活稽を拒否したように、家族たちの住居の門に縄をかけ、モーラーデを始める。活稽の執行者たちは、逃げた子供たちを捕まえるために、これのもとに、訪れが、モーラーデになすすべなく引き返す。執行者たちは、村の長老に相談する。長老は監修をないがしろにするこれを非難しつつも、規則、モーラーデの違反が引き起こす天罰を恐れる。 そこで、妻に対して絶対的な権力を持つ、夫の立場を利用し、これの夫、知れに、これに、モーラーでお辞めさせるよう働きかけ、アムサトゥと4人の子供たちの活例を企てる。時を、同じくして、アムサトゥの婚約者にして、長老の息子イブラヒマドレクがフランスから帰ってくる。イブラヒマは、村の功労者として歓迎されるが、その最中、 カツから逃げた残りの二人の自殺が発覚する。村の男たちはカツへの否定的なメッセージを流す、ラジオ女たちから取り上げることを決め、さらに、モーラーデを始めることでカツの恐怖を煽ったとし、子供二人の自殺の責任をこれに返した。女たちから奪われたラジオが広場に山積みにされる。娯楽を奪われた女たちは団結し始める。イブラヒマは、ラジオの取り上げや 滑稽を受けてないアムサトゥとの結婚を許さない。長老の言葉に難色を示すが、はっきりとことを唱えられずにいる。これはおっと、れに、モーラーでおやめるよう解かれるが、これは受け入れない。シれの兄いやまとばチリは見かねて、シレに鞭を渡し、鞭打ちによって、これに受け入れさせようとする。シれはためらいながらも天まに押し立てられ、広場で、これに鞭打ちを始める。 しかし、何度撃たれようともこれは受け入れず、途中、村に物品を売りに来ていた元軍人の男が止めに入る。鞭打ちは終わり。これは保護されるが、止めに入った元軍人は処刑される。また、鞭打ちの最中に保護されていた子供の一人ジャトが母親に連れ去られ、活稽を受けるも死んでしまう。翌日、広場に集められたラジオが焼かれる。そこに、女たちが集まり、 割礼の執行者たちにナイフを捨てさせ、二度と割礼をさせないと長老たちに宣言する。長老たちは女たちの中心人物であるこれを罵倒するが、知れといぶらひまは女たちの宣言を肯定する。ありがとうございます。